エルフの村の人に配布するミーを選んでください。おおおおいいね。ちょっと落ち着きだが心優しい少女。なんか混沌としてんな。結構混沌としてんな。もうまず、あー、そこになんかいるよ。臆病の野郎、野々村。キャッ。ここはエルフの村だよ。エルフが来て大変なんです。ウソルを出てってください。大王星も入ってよ、ルフィ。なんか、面影あんな。うおー、メルティア様。僕は大王星三姉妹のファンなんだ。一押しは長女のメルティア様。でも俺海賊王になりたい。なんで俺こうなってんだ。大人抜けはたまんないんだよね。でも俺海賊王になりたいんだ。大魔王メロメロだよ、きっと。でも俺海賊王になり。大王星も入ってよ、3時。2号なのに3時になっちまったよ。ほう、ケンシロウさん。ケンシロウさん大好きだ。物優しい、物静かで、お優しくって。ケンシロウやで、ね、そしてかわいい。大丈夫かな、俺なんか地獄見そうな気がするんだけど、この後の画面で。こいつはマシェリー。大王星ファン3号。マシェリー来たな、マシェリー。うわぁ、小池百合子ちゃん。小池百合子さん。うちのネットフレンドやけどな、マシェリーさんね。元気してんのかな。でもこのセリフはやばいだろ。クレシガローな、クレスト。3DS 版では普通の僕のね、コンピューターだったんですけど、この姉妹3姉妹ばっかり調配されてんの。悔しい。美しさだけは負けないんだから。ねえねえ、私綺麗でしょ。ねえねえ、私綺麗でしょ。あ、うん、綺麗綺麗。あなた見る目あるわね。なんだ、お世辞ダメとか言うんじゃないんだ。はははは。怠け者、侍コーチ。ぐったり。あ、まあ、まあ、書くなんてさ、他の人に任すとかいいじゃん。はぁ、めんどくさ。何するのめんどくさいよ。え？原稿？なんか、あとは流れでなんかさ、書いといて。別に僕はずっと寝過ごすんだ。そうだよ、他の人に任せがいいんだよ。いたずら魔女、マリオ。魔女言うとるやんけ。私は魔女だよ。お前みたいな魔女がいてたまるか、この野郎。うん、怪しいやつ。えい！おー、いなくなった。姿が消えた。びっくりした。バリューなのに魔法タイプになっちまったよ。ちょ、エルフの三女と会えるってこと？ん？わー！おーおーおーおお、密です密です、みんな大変よ大変よ。小池百合子出てきた。いいのかおい、大丈夫か。じゃ大魔王がお姉ちゃんたちが、あ、おおおおおお、大魔王頼むか。エルフの村に現れた、わかりやすいな。村を守るため、もう何もう、あの、解釈されてんじゃん。第三姉妹が立ち向かった。お前三姉妹じゃんかい。東門が追い出した。しかし安心した月を疲れ、ちょっと長女が怪物にさらわれてしまったということらしい。はっはっ、つーてはマスクしながらだから大変だよね。確かにマスクしながら話してるから大変だよね。ねえ、あんたケンシロウ姉ちゃんを助け、びっくりしたね。今洗濯物干してたんだけど、ハサミがね、風で飛んでったわ。風て強いね。ケンシロウ姉ちゃん強えな。ケンシロウ。マジかよ。じゃあ一緒に行きましょう。あ、小池百合子の声入った。お、小池百合子の声だ。最強じゃね？ケンシロウ姉ちゃん助けに、カジュの洞窟へ。レッツゴー。小池百合子は仲間になった。さあ、小池百合子、その実力は。ね。小池百合子ですからね、まあ、一応。強いんじゃないですか？あの、一応 NPC 戦闘員なんだね。ってことは戦ってくれるってことだよね、さすがに。暗いから攻撃が弱いからなぁ、花は。小池百合子！頑張れ、小池百合子！ 9！ あ、でもちゃんとそこそこのダメージが出る。暗いからより出るのはありがたいな。で、普通にでも私が強いんですけどね。私がだって、これですもん。あ、3人目来た来た。じゃあ、3人目は誰にしましょうかね。いやーいや、見た目がね、ひどいね、今回。なんか、俺はドレス着てるし、花いるしさ、いよいよ戦車来ましたからね。戦車来ましたもん、ほら。お待たせ。俺は10日だよ。てか、ちょ、待って待って待って。
ようやくだよ、リアフリようやく揃ったよ。ヨッピーくらいかトーカとリアフリようやく揃ったよ。なんだったらレズティア君はさあもうモブキャラになっちまったからな。いやよろしくね。ようやく物理系キャラ来たな。さあトーカの初陣です。戦車は本当に汽水の重戦車みたいな感じですよね。だから攻撃と防御が高くてほとんど行動が最後です。はい、なんでまあ火力はある。ただ火力はすごい魅力的な火力してるんで、まあ戦士よりなんか優れてるというか防御面に優れてるのかな、戦士より。さあ行ってこい、トーカ慎重。いいね、最高、どうせ最高コードだしね。ドーン発射。そうこいつ MP 使って攻撃するんだった、忘れた。戦士の特徴が一つあるわ、キック MP 使うんやった。シルエットクイズってなどんなんだっけ、結構難しかったもんすんの。シルエットで当てるってか、シルエット、いやこれトーカさんだわ、顔の形でわかる。それなら大丈夫、それさすがにこの辺りは大丈夫よ。さ似た輪郭が来たら終わるね。どういうピコ太郎でしょう、輪郭でわかるよ。さすがに中丸の輪郭は外さんよ。うん、モブキャラ来たら終わるけどね。ティラじゃない、このウィッグ的な意味ではティラ。よしよし、ウィッグしてたらそうだよね。危ない危ない、ウィッグ重ねてるのかどうか分かんなかった。やったー、アブさんに勝った。HP バラン5本。ではまた会おう、アブさん、アブさん、誰か助けなさい。僕はボクちゃんが、さあこちらへ、果たしてエスコート。なあ、ここはボクちゃんが。あらあら。なあ、なんで自分は誰か助けなさいとか、あらあらって言わなあかんねや。一体どうなってんねや。生地姫なばっかりに。誰か助けなさい、ここはボクちゃんが。さあ、こちらへ。いやいや、いいんだよ。二回もやらなくていいんだよ、同じこと。鬼蜘蛛ええよね、多分。何？新しい技。乱射。え？お、え？おーおー、顔が、ちょ、あ、味方当たった、味方当たる、それ。味方当たってたぞ、今。乱射いいんだけどさ、乱射するのはええんだけど、味方当たってたよ、今。マイペース、左右されんな。自分が火力出さないといけないのに。よし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 。まあ、暗い方遊んでいるわ。まあ、でかい。まあ、でかいっちゃでかいから。そうそう、でかい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 。電電行動。からから出た、痛い。トーカ、HP が低いな。いや、勝った。小池が絶対勝ちましょう。ダンシングアローもこれ強いな、やっぱ。ずっと踊るんだもんな。強い強い強い。NPC 戦闘員としてはもう状態上1体釘付けはもう絶対強いからな。でも自分が火力出したら何とも言えんな。何？新しい技。扇風機重要。扇風機完全にもうクロコダインのそれじゃねえか今の。今クロコダインの技みたいなの出てたぞ今。クロコダインのグーって、向こうやめろー、乱射すると味方に当たる、味方に当たる、おー当たんない男もあるぞね。さあ大体奥の方まで来たんですけど、まあお気づきの方いると思うんですけど、4人目の仲間がまだ来てないんですね。実はこのまあ NPC がいるからかどうかわかんないですけど、4人目の仲間がね未だに来てないっていうね。ケンシロウ姉ちゃん、ケンシロウ姉ちゃんちゃうやろ。心の声を聞く、助けを呼んでるよ、急がなきゃ。まあこの今がもうね、カジノドクトの採用になんだかんだで来たんでね、もうそろそろだと思うんですけど、4人目の仲間は来てないんですね。これ 3DS1 の時もね思ったんだよね、なんで来ないんだろうって。ここは印象強いんだよな。だからここでボス倒してちょっとすると来るんだけどね。ケンシロウ姉ちゃん、あ、顔、うおー、うわ、怖い怖い、怖くない？顔ないよ、ガサガサ。え？これあれ、上から来るぞ、気をつけろ。上から来るわ、絶対。うおー、怖い、うわ、スパイダー、ケンシロウ。絶対強いもん。名前が強いんだけど、なにこれ。ギョロギョロ、目キョロキョロってなってるんやけど。3人のボス戦実施しよう。最悪自分がずっと戦うことになるんじゃないかってちょっと危惧してんだけど。マイペース、どっち？まあもうボスというのに、君はもうボスだと言ってるのにもう。待って待って、結構強いぞ。うわ危ない、
おお、大丈夫。誰か助けなさい。ここは俺が。さあ、こちらへ。あらあら。暗いか？扇風機って。まさかの、その回復技使って。鼻の頭の悪さ、やばすぎでしょ。せっかく回復技持ってる鼻も意味ないな、これじゃん。せっかく鼻が回復技持ってるのに、扇風機に浮気しちゃうかな。クロコダインはいいんだよ。なあなあいつまで経っても本気を出さない、ケチってばっかだ、こいつ。使い勝手が今回悪い。誰か助けなさい。ここは僕ちゃんが。エスコートやたら結構発動すんな、んで。優秀だな、姫って意外と。デコイにはなれるからね。それ何？新しい技。フラワー。花が咲くよ。それだよ。初めからそれ使ってくれ、頼むから。しかも俺 X 名で出してる時にやらなくてもいいじゃん、わざわざ。ようやく使ってくれたが、フラワー初めて使ったよ、ようやく。今まで何使ってなかったの？そうそう、道中で思ったけどさ、一回も使わなかったんだよね、本当に。まあ、ボスはどうやってもダンスで止まらないんで、もう殴っていくだけですね。とりあえず、マイペース3回目！よし、来た！回削ってけ？行きますわ！スラッシュ55。頑張れ！わーい！なんだ？君たち火力がなさすぎる。おぶね！ボスの火力が高い。ふりかけ使おう。ふりかけがいっぱいある。まあ、こっからは本当にふりかけ前提の難易度ってとこもあるからな。さすがに使っていきたい。でもふりかけ逆にめっちゃあるからね。だいぶ余裕あるよ。体験マジでだいぶあったからな。スラッシュ助けなさーい。こればっかや。通常攻撃やる以上は大丈夫やな。エスコートでもうガンガン避けるわ。いいねー。うわー、好きレベルアップした。俺暗い方好きになった。暗い方好きになったのちょっと気になるわ。そーれ、花が咲くよー。ようやく開花が使うような時だ。慎重！よし、火力出してくれ。よし、準備完了。よし、発射！ 17。それでも17か。自分がスラッシュしたらあんだけ出んのに。今までのドーピングの差が大きく左右されてるのがわかるわ。マイペでこれしても14ぐらい出るんでしょ、自分。おかしいな。子供たちを吐き出すな、何それ。あー、雲嫌い！取って取って。あー、安全地帯逃がしとけよかった。安全地帯逃がしとけよかったら早めに。そんなんあんのか。東華さん MP 使って7しかいかない。ハイなんかさ、ハイリスクローリターンというかさ、ハイローリローリスク、うん、ハイリスクローリターンすぎるな。いくらなんでも非常攻撃して、とにかくこれで火力稼げる分にはでかいな。痛い。子供たち、誰？あー、はいはいはい。回復してから、安全地帯に東華さんも逃がす。これでいい。大丈夫。小池百合子はね、これの NPC は本当に狙われない分いいよね。コンスタントにダメージをめっちゃ低いけど与えてるわ。めっちゃ低いけどね。マイペース。お、いいねー。行きますわ。スラッシュ。よし、いた。58は強い。あ、ありがとう。献身の言葉じゃないだろう。いや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 。いや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 。怖かった。いや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 。いやいやいや、もう、セーフと噛み合ってない。うおぉ！大妖精事情。ケンシロウ。助かりました。ありがとう。あれの病気は助けたいんです。手伝ってもらえませんか？いや、ちょっと自分で言った方が強い。ケンシロウ自分で言った方がいいと思うんだよね。ちょっとひどいじゃない。小池百合子に。小池百合子、失礼でしょう。どうか手伝ってもらえませんか？多分断ったら多分、ね、俺ボコボコにされそうだから手伝うしかないやん。それではご一緒させてください。あ、ケンシロウが仲間に入った。小池が無理を守ったぜ。こっからはケンシロウが味方になるのか。ケンシロウとか最強じゃないの。ケンシロウが NPC に入んのか。メルテオ姉さんは大丈夫です。多分
大使の無理。あーそこ、うわー遠いね。あ、遠っ、めっちゃ遠いじゃねえかよ。行きましょう。くっそ、俺ケンシロウ、ケンシロウ仲間に加わった。ケンシロウの行動、それそれじゃねえんだよケンシロウ。ケンシロウが弓を撃ったらと。俺はどうすりゃいいんだ。何天然行動、寝る、えは、え、おー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 おお、もうちょっとですね。ごめんね。いや、ごめんねじゃねえんだよ。なんか寝てるんだけど、一匹。なんだなんだ、どうなってんだ、もう。パーティーが混沌としてきた。ちょっと癒し薬そろそろ欲しいっすね。あー、待ってましたよ。もう4人目。癒し枠欲しいよ。もう4人目だよ。遅いよ。さあ、4人目ですね。この世界を冒険する最後の仲間、女性、ミアルカちゃん。姫、ミアルカ。ようやく癒し枠来たら、もう今んところパーティーやばいからさ。今のパーティー男がやばすぎるからさ、男集団が。ようやく癒し枠。ミアが最後かな？姫のミアルカだよ。遅くなったけど、これからは、おい、クリネルついに遅え！遅えんだよ、ミアルカ。ついに、4人目の仲間が来ました。遅すぎたよ。一つ目のボスを撃破しないと来ないからな。まあ、だいぶ遅れてんだよね、だから。ミアルカ遅い。遅すぎ、遅い。本当に男ばかりのパーティーと小池でやってたんだからさ、今まで。ごめん、ごめん。どこで何してたの？そうそう。ここで待ってた。あこの宿屋の俺ずっと待ってた。なんで？村へ来てくれよ。ずっと、待ってた。寂しかったよー。で、やっぱり、いや、エルフの村あたりで待機しとってくれや。サマルトニアの王子であるまいし。ぐすん。やったいだね、ミアルカ。もう癒し枠だよ。このパーティー今回押すとこしかいねえからさ。もう、君が唯一の癒し枠だ、ミアルカ。